ってらっしゃい。修繕終わったら朝ごはん作ってあげるね。あまり時をかけず買ってこい。朝げが遅くなる。いらっしゃい。また来てくれよ。いらっしゃい。ありがとうよ。毎度あり。毎度あり。お侍さん、変なもんばかり買ってくね。ま、こっちは大助かりだが。ああ、必要なものは揃ったはずだ。では始めるとしようかの。こんなところじゃな。広くなったが、その隣家の壁までぶち抜いてしまったぞ。どうせ空き家じゃ、構いません。方々とはそれなりの広さが必要なのじゃよ。義を終え次第元に戻しておこう。さて次じゃ。
工房についていくつか教えておくとしよう。二人ともいつまで話してるの？もう朝ごはんの支度できたよ。私は支度しながらつまんだから、あとは二人でゆっくり食べてね。おい、まだ勘違いを。それじゃあまた。セイバーさん、兄上をよろしくお願いします。お身をつけか。うん、実に米に合う汁だった。ごちそうさま。いつまで飯の話をしている。栄月の義はどうなった？腹が減っては戦ができぬと当代では言うのだろう。食をおろそかにしてはいつまでも弱いままだぞ、伊織。それは分かっている。カヤにもよく怒られているしな。ともあれだ、今後の動きを決めるとしよう。動き？それは栄月の義をどう戦うかということか。ああ、そうだ。ふむ、ならば私から言っておくことがある。義がどうあれ、戦場に呼ばれたからには私は勝利する。あらゆる手を尽くして。優先すべきは敵マスターとサーヴァントの撃破。それ以外のことを私は考慮しない。待て、それは江戸の民のことはいないものとして考えると。うん、分かってもらえて何よりだ。本当に？その驚きは何についてだ。ではそうはならぬよう立ち回らなければな。俺は言わずとも構わない。昨夜君の意思はもう聞いた。そうか、では今後の動きは決まったわけだ。さて
では、俺は出かけるとしよう。出かける？え？この工房、君が引きこもって身を守るために作ったのではなかったのか。銭を稼がねば飯は食えん。道理だろう。稼ぐ、銭。ああ、確か、物を買うあれだな。貨幣に縁遠いのか。ならばもしや平安武者あたりか。剣士としての務めか。近いが遠いな。切り合いなどそうはない。江戸の町を取り締まる同心連中の手伝いさ。今日は吉原へ行く。同心吉原。よくわからないが、君は何かを手伝うのだな。セイバーは留守の番をしていろ。俺一人で構わない。どうした？いや、私も行く。そうだな、行った方がいい。行くべきだ。ああ。虫の知らせがあってな。元より君が決める言われもないだろう。そうかもしれないが。なら決まりだ。お、そうだ、私は江戸には不慣れでな。しっかりと案内を頼む。己の町だ、知らぬことなどないだろう。可愛らしい異種返しだな。まあ案内くらいはしてやろう。勤めの邪魔はするなよ。銭を稼がねばお身をつけも米も食えん。米とお身をつけ、それは一大事だな。任せろ、邪魔はしない。では支度が済んだら声をかけてくれ。私はいつでもいいぞ。支度は済んだか？ああ、出発しよう。待て、わしも行くぞ、伊織。煙を上げている者たちは何だ。随分と空腹を誘う香りだな。威勢の良い掛け声が飛び交う様はまるで祭りのような。おい、あの刀を刺した集団は何だ。守られているのは誰だ。わかった、若殿だな。いや待て、いずこかの姫が断層でお忍びの最中かもしれない。あれはわかるぞ。団子を振る舞う噂に聞く茶屋という。やれやれ、物珍しさに目を白黒させているな。まあ無理もない、俺も最初はそうだった。江戸の町並み大いに面食らったものだ。それはそうだろう。何しろ人がこんなにもたくさんいて、
立派な建物がこんなにもたくさんあるのだ。それは人がこんなにもたくさん生きているということ。これはなんというか、とてもとてもな人の営みに感じ入る。平らかなる世を知らずに生きた人物か。いや、江戸の町があんまり物珍しくて。さあ、よりキリキリと案内せよ。吉原に向かう道すがら、私の問いに答えるがよい。わかったわかった。陶器加工を生きた英傑に江戸浅草を楽しんでもらうとしよう。あれはより、こっちだ。あれは食べたいのか。いや、別にそういうわけでは。少し待っていろ。口にあったようで何よりだ。とても良いぞ。次もうまいものを食したいものだな。いらっしゃい。この味わい、かやの膳にも張り合えよう。この匂いはジュルリ。いや、なんでもない。また来ておくれよ。なんてこった。買ったばかりの俺の店が。どうした、セイバー。わずかに魔力を感じた。昨夜の奴らとは違うようだ。はような街中でのう、確かめた方が良さそうじゃな。この辺りだ。なんだあれは。まあそうだ、いわゆる怪異の類じゃな。大方ゆうべより江戸一帯に渦巻きたる魔力にあって。話は後だ、おじいさん。行く手を阻むならば切る。分かっている、セイバー。祈りの声に応じて私の体が動く。主従をつなぐ魔力のパス夢か。これは面白い。
必要な時は私を呼べ、より。あなたか。サーヴァントとやらと同じか。神秘なき者は神秘に届かぬとは違うな。その剣と腕ならギリギリ届こう。あれはまとった魔力が鎧の代わりをしたるんじゃ。打って剥がしてから切れ。さあ、行こう。見切れまい。揺るがぬ血のごとく。一つ強くなれたか。やれやれ、この手のものが他にもいるのか。人の多い場所には出まいが、まあ人の少ない裏手なぞには湧くやもしれん。あれ式の怪異がなんだ。さあ吉原へ向かうぞ。そうじゃ、よりさきほど何やら拾っておったな。これのことか。それじゃそれ。やはり強い魔力を感じるの。君の剣につけてはどうだ。少しは助けとなるかもしれん。
かなか悪くなさそうな。神秘のいくらかが宿ったのか。以後留意しよう。いらっしゃい。カヤにも買ってやるといい。また来ておくれよ。悲しいな。よしよしよし。腹が減ったな。気持ちいいか。またのお越しを。腹が減ったな。よく来たの。またいつでも来とくれ。猫だな。よしよし。うい集め。
朝飯前というあれだ。癒されるな。うい、集め。無理はするな。君は弱いのだから。弱くてもやれるだけのことはやるさ。やるぞ。受けてみろ。見えた。おお、運が良かったな。より、まあこんなものだろう。
しいな。よしよしよし。いらっしゃい。また来てくれよ。私の力で。ところでだ、吉原は江戸から何日くらい歩くのだ？そうではないぞ。吉原は江戸という巨大都市の中にあるのじゃ。ほれ、地図を見てみよ。わしらが今いるのがここ浅草。そして吉原はここじゃ。当世の地図はここまで精緻か。なかなかやるな、おじいさん。そう強くつつくでない。伊織も眺めておらんで吉原に向かわんか。まだ見ぬ吉原の地へ。
ここが吉原か。待てセイバー、あまり勝手に動くんじゃ。やはりだ、見ろより、あのワコードも、あの老廃も、おお、あやつも、鼻の下を伸ばしたり、頬が緩んだり、もしや何かの妖術にかかっているのか。そうだな、そうとも言うし、そうでないとも言える。自分の目で確かめることだ。さあ行くぞ。まずは助之進に。噂をすれば。おお、いたいた、今日もよろしく頼むぜ。にしてもいおりさん、別品の連れとは珍しいこともあるね。セイバーだ。おお、君が同心というやつか。セイバー、妙な名だが、もしやあんたも腕が立つのかい。無論いおりより強いぞ。へえ、そりゃ期待できそうだ。それじゃ早速と行きたいとこなんだが、俺ちょっと野暮用があってね。詳しくはそこの旦那に聞いてくんな。貴殿が依頼主かな。おう、あんた腕利きなんだってな。近頃銭をたかる連中がいて迷惑してるのさ。どうにかしてほしくってね。奴らいつも帰り道を張ってやがるんだ。道中の用心棒を頼むぜ。つまり切ればいいのだな。セイバー、ダメだ、殺すな。ん？ここでの殺しはご法度だ。この程度なら叩き伏せるだけでいい。そもそもいたずらな殺生は人の道に反する。セイバー、わけがわからない。二人で追っ手を散々切ったじゃないか。え、なんだって。ああ、物の例えだ。物騒なことを人前で話すな。それにあれはやむにやまれぬ沙汰だ。話は別か。なあ、だがなるべく殺すな。もう乱世じゃないんだ。わかったわかった。まったく面倒なことだ。任せるがいい。あれはなんだ。よりこっちだ。より手を振られているぞ。振り返した方が良いのではないか。あれは仕事で手を振っている。気もないのに振り返しては仕事の邪魔だ。そういうものか。難しいのだな。てめえ、さんざっぱら待たせやって。金は持ってんだろうな。白昼堂々、ゆすりたかりか。ああ、なんだてめえ。俺は忙しいんだ。邪魔するなら容赦しねえぞ。セイバー、仕事の時間。殺すなよ。弱そうだな。Yeah!
人望なんて雇いやがって、くてえやつだ。この野郎、人雇う金があんならとっとと貸したから返せってんだ。今日のところは見逃すが、覚えとけ。ヒデン、連中に金を借りていたのか。ならば道理はあちらに。さよなら。なぜあやつは走って行ったのだ。助の神明、裏を取らなかったな。後ろ暗いのは依頼主の方だったということだ。ああ、こりゃまた派手にやってくれたな。また逃げられてしまいんしたく、踏み倒されてあげたい。戻ってきなせんな。泣かんでくれ山吹さん。まさか用心棒を雇いやがるとは。貴殿らは。俺は札差しで、こっちは遊女の山吹さんで、あいつには金を返してもらうはずだったのよ。私は知らぬぞ。よく確かめぬいおりが悪い。すまんが銭はない。貸せるものも剣の腕くらいのもの。よし、一つうちの仕事を手伝いな。それでこの剣は手打ちにしてやら。山吹さん、ひとまずあんたの分は俺が立て替えといてやるからよ。本にありがとうござりんした。夜の支度があるんで失礼させていただきんす。俺は何をすればいい。取り立てさ。うちから金を借りてる連中を回ってきっちり取り立ててくれりゃいい。腹っぽいやつ、口が回るやつ、なんとも厄介なやつらばっかりさ。当然切り殺しちまうのはなしで頼む。その上でどうだい、やるかい。背に腹は変えられんな。そうとも。じゃあこれが貸し付けたやつらの一覧だ。きっちり集めて耳を揃えて収めてくれよ。まったく、とんだ災難だ。解く型をつけろよ。猫だな。おとなしいな。よしよしよし。なあ、誰だお前。なんか用か。貴殿、大金を借りたままだろう。速やかに返すがいい。借金だ。知らねえな、何のことだ。すごい、なんと嘘が下手なのだろう。うるせえな、知らねえっつってんだろ。ごちゃごちゃ抜かしてんじゃねえ。おい集まれ、こいつら叩きのめすぞ。峰打ちで済ませる。殺すなよセイバー。鋭き水の流れのごとく。避けるなよ。
死の方。油断したな。この力必ず生かそう。くそ、やりやがる。だが何をしようが金はねえ。とっておきの場所に隠したからな。見つけるどころかたどり着けやしねえさ。面倒な。はしごも外したしな。誰も登れや。もっと、なんで。迂闊だぞ、貴殿。やつの口ぶりでは高所のようだ。はしごを探すか。案ずるな。はしごなどいらぬいらぬ。バビューンだ。何かするのか。目立たん場所を探すぞ。聞いたか、この仏さん。行き倒れだってな、まったく。かような亡きがら、江戸では珍しいのか。いや、のたれ死になどはそう珍しくない。とはいえ見慣れるものではないさ。そういうものか。思えばかつての世も似たようなものだったかな。そうか。行くぞ。いつまでもここにとどまってはいられぬ。癒されるな。うい、集め。あれは。おとなしいな。うい、集め。おい、あそこはどうだ。気はないな。悪くなさそうだ。任せよ。思ったより力技だったな。何が不満だ。バビューンだぞ。さて、探し物は。お、あれは。あの屋敷、人
ときわ大きいな。三浦屋か。名だたる遊女を多く抱えると聞く。おい、より。少しだけあそこに立ち寄るのはダメだ。ふん。これで一つ回収だ。残るは二つか。よく済ませたいものだな。貴殿が借りた金を取り立てに来た。戸を開けてもらおうか。ああなんだ、取り立て屋かい。ひどい風邪をひいちまってね。あんたに移しちゃ悪いだろ。だからまた今度訪ねてくれねえか。金なら後でちゃんと返すからさ。空ごと信じると思うか。なんだい、信じてくれないのかい。俺はこんなに辛いってのに。悲しいね。ともかく俺は今日は誰とも会わねえよ。日を改めてくれ。より、この塔壊してもいいか。壊す前に確かめたのは偉いぞ。だがダメだ。頭の固い集め。ならば私が壁を抜けて中に入る。それでいろんなかろう。壁抜け？すぐに終わる。そこで見ていろ。いや待て待て、せめて人目につかないところで頼む。裏へ回ろう。ここでよかろう。指をくわえて待っていろ。消えた。さあ金を返してもらおうか。あ、一体どこから。回収したぞ。ありがたく受け取るがいい。当世での我らの体は仮初めのものゆえ、このようにうつろの体に変わることができる。これを霊体と呼ぶ。どうだ、驚いたか。大したものだ。時折気配ごと姿が消えていたのはそういったわけか。まさか壁をすり抜けるとは。サーヴァント、つくづく人の理解を超える。何はともあれ回収だ。さあ次へ行くぞ。なんですか。貴殿が借りたままの金を。申し返せるのか返せんのか。申し訳ございません、申し訳ございません。おい、私に代われ。より、君怯えられているぞ。そんな風に怖い顔をするからだ。顔が何だと言うんだ。いいか、まずは琴の葉でもって。なぜ逃げる。ああ、もう捕らえるぞ。
あれはカイ。だがいかにしてあそこへ向かうか。より、君はそこで見ているがいい。カイの炎なぞ私がたちまち消してみせよう。俺たちが対処する。貴殿は隠れて待っていろ。私一人で構わないな。まあ、瞬く間に片付けてみせよう。手強そうな奴が出たな。私の敵ではないが。次から次へと。邪魔だ、より。私が肩をつける。差もないな。お、なんだその沈黙は。言いたいことでもあるのか。いや、貴殿の戦いぶりに目を奪われた。無人の脳を行くがごとく、まるで対峙する相手などないも同然に。貴殿は己が都合のみで戦っている。目つけ、息遣い、足さばきに体さばき、そして技。
それらの応酬がない。読み合わず読み合わせず、己が技を押し付けるのみで勝つ。並ぶ者なき王者の剣。戦いとはそういうものでは。自覚さえないか。すごい。あなたたち。貴殿、怪我は？あなたたち、もののけの仲間でしょ。お金は返します。いる。ようやくすべて集まったか。札差しのところへ戻るぞ。しかし吉原にも怪異が出るとは。義が土地を歪めているのだろうな。やれやれ。終わったみてえだな。連中相手にこの働き、ただもんじゃなかったか。どうでやんた、これを機に借金取りを家業にするってな。いささか荷が重そうだ。悪いが遠慮させてくれ。そうかい、惜しいね。じゃ約束の礼だ。気が変わったら言ってくれ。私のおかげだな。どうした？本に嫌でありんす。ああ、本に嫌でありんす。
吉原で狼藉を働く野暮が二人、かくなる上はわっち高尾太夫がメイドへ送ってあげんしょう。覚悟しなんせ。鈍いな、よりそれではわっちは失礼いたしんすよ。この魔力にこの気配、エレカ。私がやろう。君は命惜しくば引いておけ。いや引かん。紅玉のじいさんは言ったからな、俺の剣も届くと。だが今は俺が太夫を追う。引くのではなく追う。いいかセイバー、絶対に町を壊すな。難しいことを言ったな。待たせたな、異常夫。その凶暴の様、バーサーカーであると見たぞ。さあ行くぞ。良いか。見切れまい。なんと頑強な相手だ。さて、みのりはうまくやれているかな。まさか、かの高尾太夫とはな。あ、一人逃げやがったぞ。おい、追ってか。まずは奴らを振り切る。路地に逃げ込んだぞ。しつこいな。さて、捕まるわけにもいかんが。うん、あれを崩せば。やられた。クソ、通れねえ。
うしたんです？血相を変えて誰か足抜けでもしましたか？いや、俺も詳しくは知らねえんだがよ、高尾太夫に狼藉を働いた者がいるみてえで。太夫に？私からは私も協力いたしましょう。皆の者、出会え出会え、野暮侍はこちらぞ。見つかったか。ここは押し通る。そうたやすくはいかんぞ。宮本伊織を浸す江戸の平穏は謎の鎧武者の襲撃によりもろくも崩れ去った。窮地に現れた英霊セイバーに導かれ、彼は渇望と破壊の儀へと身を投じる。起筆間もなきこの記録、綴られる結末は輝かしい勝利か、それとも。よりにもよってバーサーカーが、武蔵ちゃんが意気投合しちゃうなんてねえ。あんなにかっこよく見栄を切ったってのに、拍子抜けもいいとこじゃないの。
ごめん。まさかマナ弟子イオリくんがいるとは思わないじゃない。そもそもなんで江戸になんかいるんだかねえ。それはこちらのことの葉です、師匠。なぜ師匠が江戸に、なぜ師匠は生きて、いえ、何故師匠は女人のお姿なのです。それに随分とお若い。そこで別人だとは思わないわけね。あなたは師匠その人です。師匠に違いない。宮本伊織の目は節穴ではございません。そっか、参った参った、参りました。そうです、いろいろはしょるけど私は宮本武蔵本人よ。君の知る武蔵とはちょびっとズレがあるけど同一人物みたいなものにしても、ここの伊織くんも伊織くんなんだね。柔らかな思考に穏やかな眼差し、愛も変わらずだ。いや、死んだはずの人が現れる。それもとびきり強い人ばかりが。お侍様、あんたもう心当たりはあるんだろ、英霊ってやつにさ。ではこれなる師匠はやはり過去の人物か。そうとも、私たちはもうとっくに死んでいる。答え合わせだな、これは。見るもの聞くもの全て真新しいとばかりの振る舞いは、全て初めて目にしたから。何十何百年の眠りから目覚めてここにいる。いい雰囲気のとこ悪いけどね。昔々の言い伝えやら師匠やらで己をこの世に刻んだ偉い人たち、その影法師、ことごとく人知を超えた魔にしてようなるもの、それが英霊ってものだそうだよ。ならば師匠は。私の場合は特殊でね、宮本武蔵が女だった世界からやってきてこの世界の人理に刻まれちゃったってわけ。なるほど。つまり師匠は師匠であって師匠でなく女であるとおっしゃる。そうそう、そういうこと。飲み込み早いとこも同じなんだね、伊織くん。どこの伊織くんもそうなのかしら。どこの伊織くん、いや、おっしゃる意味がさっぱりわかりません。セイバーはわかるか。微塵もわからないな。まあ、やったことはおおむね同じみたいだから、つまり。おおむね同一人物だが、やや別人あたりですか。うんうん、それ。ほんと相手の言いたいことをスッと組んでくれちゃうね、君は。でも気をつけなさい。こう見えていろんな世界、いろんな時代に飛んでいるからね、私。伊織くんの知っている武蔵とは比べない方が身のためよ。何万かぶれもしているし、にしししそのようですね。俺、あ、いえ、私を養子に取った頃の師匠とは随分違う。なんというか、昔語りにのみ聞いていた好き放題の無頼感失礼、自由奔放だった頃の師匠のようだ。何？やっぱり男武蔵って長生きする分一発の文化人になっちゃうの？信じられない。はいはい、そこまで。
話を戻すよ。吉原に攻め込んできたマスターがひとまずお互い様子見で手を打ちたいとのたまった。まあ顔見知りと気づいたってことならそりゃ無理はないけどね。わざわざ攻め込んできといてそれってのはあんまり都合が良すぎやしないかい？詫びが欲しいと太夫は言っているんだ。詫びか、そうか。そうさね、せめて面白い話でも聞かせておくれよ。由衣小説ね。へえ、正体明かすんだ。ずいぶん真面目なお侍さんもいたもんだ。それで、あんたは名乗り返さなかったのかい？ん？ほら、刀履いてるし、侍仲間に見えなくもないなって。侍？そう見えるのか。そうか。で、どうなんだい？さて、どうだろうな。ちえ、うっかり口滑らしてくれるかと思ったのに、かわいい顔してしっかりしてるんだ。やれやれ、もう武蔵ちゃんだって正体明かしてるのにさ。私はほら、なんたって弟子で養子の伊織くんが相手ならバレても仕方なし。そっちが言わないの不公平だなんて言わないわ。正体明かすと負けやすいって話だし、そもそも君マスター相手にも教えてないんでしょ、神明。そう。へえ、驚いた。マスターとサーヴァントってのはいわば一心同体。サーヴァントあってのマスター、マスターあってのサーヴァントさね。サーヴァントがいなきゃマスターは戦えやしない。マスターがいなきゃサーヴァントはとど…また…とどまれないとは？そりゃあねえ、マスターが死ねば写し世にとどまれないだろうさ。マスターは英霊が世にとどまるための要石みたいなものなんだから。なるほど。セイバー君、顔色悪くない？つい宣告までの自分の振る舞いを思い返しているんでしょう。どうも私のことは戦いの最中に死んでも構わない、死ねばその時それはそれぐらいに考えていたようですから。なんだ？いや、マスターとサーヴァントか。そもそも何も知らされてないお侍様がおかしいはずなんだけど。怖いサーヴァントを引いちまったんだね。ほんと可愛い顔のサーヴァントなのに本性は随分物騒だ。その分じゃろくに義のことも知ら。え、お侍様、あんたの霊樹一角減ってないかい？霊樹？まさかそれも知らないのかい？知らぬ。あ、言っていなかったな。はあ、なんだろうこの二人、見てて真の像に悪いよ。かわいいでしょう、かわいいでしょう。ふっふっふ、うちの伊織くんは昔からそうなのです。セイバーくんもよく似てかわいいったら。でもな、もうちょっとだけ若かったらな。似ていないと思うぞ。指摘するのはそこなのかセイバー。この味わい、ねえ、うどんが欲しくなるわ。気が緩むったらもう。まあいいわ、とことん姉さんが教えてあげる。敵同士とはいえ武蔵ちゃんのお弟子だものね。
お手数かけます。ほんとよ、もう。まずレージュよね。レージュっていうのはこの文様のことさ。意味としては儀に参加したマスターの証、サーヴァントとのつながり、契約を示すものでもあるって話だね。このレージュはね、いろんなことができる。斧がサーヴァントの魔力をどんと増やしたり、遠くにいるのをすぐ近くに呼んでみたり、一番大切なのはやっぱりサーヴァントへ上位を告げられることかね。上位、契約した英霊への絶対命令権よ。使えばサーヴァントにどんな命令も思いのまま。どんな命令もというと、自害とか。裏を返せば普段はマスターの言葉や命令に強制力はないってことなんだけどね。どうしてもって時に使うみたい。絶対勝てとか言えばパワーアップになるしね。パワーアップ、乱語ですか。あー、そっか、そうよね、ごめんごめん。気力、旅力、勢力が増すってこと。それはもうすっごく増すので覚悟しなさい。例えばそうね、波の剣士でも斬鉄がやれるくらいに強くなるわ。ただし三度きりだからね、覚えておきなよ。使うたびに一画ずつ減っていっちまうのさ。要石や魔力のつながりは残るけど、契約は終わったとみなす英霊もいるだろうね。なるほど、レージュ上位か。そう言われれば合点のいくこともあります。琴の葉一つでセイバーを止めた。我知らずですが、確かに一度レージを行使していたようだ。この辺りの司祭、さすがに語ってほしかったぞ、セイバー。なんだろう、この子らの感じ。ねえ、キュート、キュートだわ。本当にもう。でもいつか共闘したりするんなら、儀について一から説明しておくのが吉かね。その辺のさじ加減は太夫に任せます。好きにするといいわ。ああ、もう仕方ない。雛鳥2羽にいろいろ教えてやるよ。まずは肝心要の英月だ。持つ者の願いを叶える願望切って触れ込みのこいつをめぐり、私たちは相争ってる。願望期、願いが叶うとは聞いたが。願いね、英霊なんて大化粧を呼び寄せられるんだ。それぐらいできてもらわなきゃ困るってもんだよ。さて続き。英月は儀にあたり、まず7人の呼び人マスターを選ぶ。これが私たちさ。あんた、あたし、由井小説、その他にあと4人。7人のマスターは英月に与えられた英霊、斧がサーヴァントで互いに殺し合う。これが英月の儀。詰まるところ、お互いの命をかけた英月の奪い合いさね。なるほど、七人七鬼の殺し合いか。英月がこの世に降ろす英霊は全部で15。そんでサーヴァントを作るには、魂の情報を収める箱が必要になるらしい。南蛮風に言えばクラスってやつね。クラス？
セイバー、アーチャー、ランサー、ライダー、キャスター、アサシン、バーサーカー、7種類の箱に英霊の情報が収められてサーヴァントになるってわけ。7人のマスター、7機のサーヴァント。尋ねたい、サーヴァントの総数は15機のはずでは。勘がいいね。残る8機はマスターを持たないのさ。そのうち1機がさっきあんたたちが戦ったモッサ、うちの心強い用心棒さ。マスターを持たずにおのがいしのみで動く、いわばはぐれのサーヴァント。師匠、サーヴァントにとってマスターは要石と聞きました。魔力を得ているとも。はぐれのサーヴァントは何を要石とし、何から魔力を得るのです？そりゃあ霊脈からよ。霊脈、天然自然の力のほとばしり、魔力の本流。気脈、地脈、流脈とも呼ばれる大いなるもの、まさか師匠の口から耳にしようとは。へえ、詳しいな、より。この辺りは紅玉のじいさんからな。剣の道には関わりのない神秘陰秘の事柄だが。続けるよ。霊脈は江戸のあちこちに通っていてね、特に魔力を得やすい霊地があるって話さ。大抵はお社なりお寺なり建ってたりするかね。ならこの吉原も霊地か。社は見当たらないぞ。必ずしもそういうのがあるわけじゃないさ。でもそう、ここも霊地の一つ。あの子はここを通る霊脈から直接魔力をもらってるのさ。だからあの子には主人はいないし、己の領域を離れない。そうだったか、気ままな身の上かと思ったが。そうでもないわ。この義のはぐれは不便なものなのです。マスター持ちの英霊に比べて魔力に乏しく、かなり力を減じているんだもの。どうも霊気が不安定みたいね。ああ、霊気っていうのはサーヴァントの体のこと。力を減じてあれですか。ああ、彼は例外。普通はああも魔力あふれたはぐれはいません。例外、主を持たないとのことですが、あの異常夫、太陽に懐いていたような。言わせんのかい。野暮だね、本当に。決まってるだろ、私を慕って守ってくれてんのさ。さすがは吉原三大太夫の一角、音に聞こえた高尾太夫。英霊、かつて偉業を成した偉人さえ虜とは恐れいる。そんなこともあるさね。土帝家。そうさ、英月の儀を取り仕切ってるのは陰陽師の宗家であらせられる土帝様。私の知る限りはそうだ。
義の見届け役ってことらしいよ。うん。では英月とは陰陽師の秘術なのか。泰山府君の技というよりまるで竜宮童子のおとぎ話のようだ。英月。ほう、聖杯の亜種か。うわ、じいさん、急に何をやって。わからぬかより、英月の義なる術式陰陽道であるものか。陰陽の技で英霊を呼ぶことはあるまいよ。神仏の云々とも程遠いと見たぞ。まずもってこの国で生まれた儀式ではなかろうて。東大の土帝、いかにして異国の下法なぞ知り得たものか。何なのさこれ、よく喋るけども。こりゃそう強く握るでない。あ、いや、話す必要はないぞ。持つならばもっとこう撫でるように。めくるときに引っ張りすぎじゃ、いたわらんか。ごめんごめん、おじいちゃん。てか、そっち系の物知りじいさんみたいね。いいもの持ってるじゃない、いおり殿。こいつを使えば計策ってやつを立てられるよ。さっきこう言ったろ、あの子は霊地をよりどころにしてるってさ。聞いたぞ、あの異常婦のバーサーカーだな。はぐれのサーヴァントはみんなそうさ。それに霊脈の魔力はマスターたちも使うんだ。陰陽師だか魔術師だかは知らないが、マスターってのは魔力で術を使う輩ばかりさ。だからマスターは霊地を本拠にしてその魔力を利用する。私がここ吉原に陣取ってるようにね。うん、では高尾も何か術を使うのか。どうだろうね。なるほど、俺も本拠を定めるべきということか。そう、話が早いね。ふんふん、すでにこやつの住処は工房と化しておる。どことは言えんが、そこも。あ、ピンときた。そうね、浅草あたりの下町じゃない。あ、なるほど、浅草ね。それはそれで立派な霊地じゃないのさ。まったく、師匠に隠し事はできませんね。まあ最低限の支度ができてるならいいさ。掌握した霊地が増えるほどサーヴァントに回せる魔力も増えるんだ。裏を返せば、抑えた霊地を奪われれば自分たちは弱くなり相手が強くなる。英月の義は切った張ったの戦だけじゃない、霊地の争奪戦でもあるのさ。では全ての霊地を得なければな。威勢がいいね。けど派手に動き回るのはどうだろうね。格の高い霊地の多くは幕府の用地でもある。騒ぎを起こせばあっという間にお役人が退去してお縄だよ。お、わかるぞ。それは切腹だ、いおりがするやつだ。いや、さすがに男武蔵もそんなやわな鍛え方はしてないでしょう。でも目立つなっていうのは本当よ。聖杯もとい英月の義は闇に紛れて戦うのが基本。手の内を明かさぬように動きつつ他者の動向を探り、うまく立ち回りなさい。手の内は武蔵と高尾には見せているな。そうね、私たち以外のマスターに手の内を明かさないね。なるほど、わかりました。
つまり江戸の町を舞台とした戦だ。イエス、その通り。さあ、こんなところかね。話すべきことは話したし、ここらでお開きとしようじゃないか。感謝する。貴殿のおかげで義の形が見えてきた。セイバーは司祭を語らんし。ふん。あははは、仲いいんだ。セイバー君、いいかしら。英霊絡みの経験がやや長いかもな先輩から。ちょっとだけアドバイス。あ、助言って意味です。受けたまわろう。あのね、マスターなしじゃ勝てないわ。たとえ天下一の名剣を持った剣士だとしても、英霊同士の戦いには勝てないと思う。最強の将軍や最高の王君、最大の神仏だったとしてもね。そこまでか。そこまでよ。はぐれでなく、ひとたびマスターを得たらね。オッケー、うん、それじゃあそろそろしまいさね。と、別れの挨拶の前に一つお願いだ。面白い話、もっとおくれよ。由衣小説の話だけでは足りないか。はい、わかった。さっきのはなかなか良かったよ。もう他のマスターと会ってるとはね。その調子でどんどん頼むよ。英月の儀に臨むマスターの名や居所、目白、そのあたりが分かると姉さん嬉しいわ。期限を切りましょう。そうね、7日ってところでどうかしら。師匠、力の無理難題をもらったという顔だな、より。その通りだよ。この感じ、なんとも懐かしいものだ。期限を破ったり無視したりしたら、さっきの蝶々発誌の続きってことになるから、早々に死にたくなければ気をつけること。承知しました。他のマスターの居所を調べて君たちに報告すればいいんだな。そういうこと。文句ないね。ならさっさと吉原を出な。武蔵ちゃんのチキみたいだし、マスターとはいえここは見逃してやるよ。もっと頼もしくなってくれたら共闘してくれってこっちから頭を下げるかもね。そーら、行った行った。ご親切、痛み入る。行こう、より。なんやかやで指針も得られた。ああ、そうそう、最後に一つ大事なことを伝えとくよ。宮本伊織殿、あんたはマスターになった。故に自らこの儀を抜けることはできない。英霊を失うこと、己が命を失うこと、あるいは儀を勝ち抜くこと、この三つ以外に抜ける手立てはない。せいぜい覚えておきな。武蔵ちゃんの弟子にしちゃ光るものはあるみたいだけれど、大した相手にはなりそうもないかね。お侍にしちゃあんまり気迫がないみたいだしさ。太平の世ってやつだし、そういうのが常なのかもしれないけどね。ん？正面切っての人情沙汰なら私のサーヴァントが必ず勝つ。違う。そうね。おや、かの新面武蔵ともあろうものが弟子相手では手が鈍っちまうのかい？ん？ああ、そこは安心して。師弟愛とか家族愛とかそういうので手は鈍らないから。私、単純に
頭痛いなって。こっちの伊織くんもああなんだって。あれじゃ生きづらいだろうに。ほんと、生まれる時代を間違えたのね。うん、なすべきことは決まったが。せっかくだ。私は少し吉原を見てみたいな。構わんが、夜更け前には帰るぞ。さ、違った趣がある。一段と輝いて見える。そうだな、用がなければ早く帰るぞ。なんだ、帰りたいのか。よしよし、ハハハ。